ジェームズ・コーサー・エーワートが1899年に撮影したゾースゾース。親は、グレービー・シマウマとウマゾースは、シマウマと、ウマから生まれた、異種交配の雑種。ゾースとは、ゼブラとホースを合わせたカバン語である。シマウマと他のウマ科の動物との雑種を指すゼブロイド、ないし、ゼブルールの一つ。オスシマウマと、メスウマとの交雑とされるが、オスウマと、 メスシマウマの間でも生まれる。ゾウスの外見は、シマウマよりも馬に近いが、シマウマの特徴であるシマ模様が、足や胴体に現れる。他の交雑種と同じく、ゾウスにも、生殖能力はないとされる。19世紀末、エディンバラ大学の自然史教授ジェームズ・コーサー・エイワートは、先風遺伝の理論や父方の影響を調査するために、オスシマウマとメスの馬やポニーを交配させた。 その際、エワート教授はアラブ種のメス馬を用いた。同様の実験はアメリカ政府によっても行われ、ジェネティクス・イン・リレーション・ツー・アグリ、ザ・サイエンス・オブ・ライフにおいて報告された。シマウマ、ロバ、そして馬はすべて馬科の動物である。馬科の動物は遺伝子に微小な差異があるものの意思交配が可能である。馬は64の染色体を持ち、 シマウマは種により44ないし62の染色体を持つ。増子として生まれる個体はオスもメスも染色体数は63である。ウマ側に足毛、アパルーサペイントなどの毛色があれば、生まれるゼブロイドにも同様の毛色が遺伝するものの、白い部分にはシマウマ特有のシマ模様が現出せず、白くない部分のみがシマ模様となる。シマウマと影の馬を掛け合わせると、 影黒島模様となり、シマウマと栗毛の馬を掛け合わせると、栗毛黒島模様となる。なお1883年に絶滅したクワッカは、シマウマの一野種でありゾウスとは異なる。ゾウスは、純血シマウマよりも神経質でないため乗馬や、原因馬として適しているが、純血馬と比較すると魚するのが困難で、時としてシマウマの気質を受け継いでいることもあり、初心者は避けるべきだとされる。 体型が馬に近いことから馬のバグを利用する。ありがとうございます。